はい、どうもエンタのゲームインザボックス、引き続きトライアルズフュージョンやっていきたいと思います。さあ、前回1時間以上かけてね、なんとか北極オープンのね、全部のメダルを金に取りまして、次なるステージ、なんだったっけ、エキスパートクラブが開きました。でここの新しく出てきたコースをやっていきたいと思います。いきましょう。ドバイパーますよ。ちょっと疲れてる、もう疲れが来てるよね。やっぱ1時間ぐらい同じコースをやってると、同じようなコースをこうやってるとね。さあ、どれぐらい難しいんかな。難しかったもんね前回。おお、挟まった。うわ、マイバイクが挟まってるマイバイクが挟まってるわ。どうしたらいいねこれ。なやこれリスタート。あ、いいんか、そのまま行っていいんか、待っとけんか。よし、待つよ。はい、スタート。やっとです、やっと私でスタートしました。そこから出なさいって言われてる。 Get out of here。 いや、 53?あ、ダメだ。全然ない、全然距離が足りてない。わからんな。できるだけ加速しよう、ここで。で、バニーホップ。無理か、惜しいな。あー、ちょっと待って、間違った。よし、リスタート、リスタート。気持ちをね、切り替えていきますよ。 Get out of here って言われながらもうやっていきます。ちゃうんだな。だからあっこでやっぱ加速しないといけない。ここでね、十分な加速を。ほら、やっぱいった。いけるんだよね、やっぱエンターさん本気出すとね、うん、自分でエンターさん言うちゃうけどね、うん、よし、いけるいける。ああ、その角度、その角度やったんか。そこはこの角度。ああ、無理か。全然加速。ああ、またい、ボタン間違えてまうわ。なるな、リセットしてまうね。ちょっとこれ、このリセット癖直さないと。やっちゃった。そう、なんだよ。ここで止まって、ここで加速、ここで加速したまま、うん、いった、よしよしよし。ここを飛び越えて、うわー、そこか、着地すんの。お、なんか面白いとこ来たけど。あー、惜しいな。あ、ここいけるみたいな。面白いとこ来たよ。何これ、何これ、何これ。まだこの先続きあんの。なになに、隠れコース発見なんやねん、隠れコース発見せいや。どうせやな、どうせなんだ、どうせあっこまでやったんやったら隠れコース発見せいやー
し、オッケー。体重移動慎重にやっていきながら、おお、なんかスイッチを見つけたよ。スイッチを見つけた。なんだ、なんか呼びつけたよなんか思わぬ発見をしてる。あ、電源落とせ。おお、1400点取りましたよ、これで。あ、1個目のチャレンジ取ったってわけか。で、わしどうしたらええの。戻れってことか。これ戻ったやんか。なんか知らんけどチャレンジ取ったよ。あーだ、あー加速しすぎちゃう。そんなフルスロットルである必要はないな。よしよし、オッケー。なんだなんだここ。オッケー、大ジャンプ全然やん。オッケー、いってた。これはいったよ。オッケー、よし。これか。あー、この坂。はい、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。この下行かれへんか。じゃあここバニーホップやな。いってー、ないか、無理か。いってないな。角度やな、角度。2回目の着地の角度。バニーホップ狙おう。あば、あ、いったいった、だよし。オッケー。あれ、そっか、そんな単純な話じゃないんか。あられ、そんな、あられ、よし。なんでよ、なんでよ。違うな、違うんだよ。いったいった、いったやろ、よっしゃ。あ、ゴールか、よっしゃ、ゴール。あ、踏んだよ。何が起こるの。なんか魚雷みたいなマークがあるけど、魚雷っていうか、なんかミサイル的なマークが出てるよ。お、場面がところ変わって、サンダーバード発進みたいな、サンダーバード発進みたいなコースで、なかなか次なる動きがない、動きがない地震が起きてるっぽい。岩が崩れ落ちてくよ。そしてドライバーはどうなんだよ。おお、ビル、あ、崩壊し、おお、で、なんだい、何があったんだい。まあ誰かバルスって言ったんじゃないかな。そういうことでしょ、多分。さあ、じゃあ次なるコースいきましょう。コンバートオプス、この作戦はシークレットだ。なるほど、この作戦はシークレットですからね、皆さん、秘密ですよ、秘密。
言っちゃダメですよ。お父さんとかお母さんに言っちゃダメですよ。ダメです、それはダメです、絶対ダメです。早速やばい、持ち直そう。なんかこれバックできるよ、ずっとバックできるよこれ。なんかあんのこれ、ずっと下がってったなんかあんの。あ、無理か、このバイクじゃ無理か。そこ生かす、そこ生かすか、わしにそこ生かすか、大したもんだ。わしにそこ生かすとは大したもんです、大したもんです。はい、来た。あ、ダメだね。いいよ、行ったよ行ったよ。おー、なるほどね、早く突き抜けないと上の魚雷に当たっちゃうと。いったいった、何そこ、そこいる。いったいった、無理やな。せめて爆破シーンだけは撮らしてやるね、頑張ってんだからドライバー。バカシーン見ないで飛ばすのやめよう。はい、ちゃんとバカシーンを取り入れたところでミートライスっていうね、流れていきましょう。はい、ワニホップだな、やっぱ。オッケーオッケー、いったいった。ないこれ、ないこれ、バーガーズ。バーガーズ、バーガーズ、バーガーズ。回転して、回転して、もう回転。あー、惜しいな。違う、これあれやな、バニーホップやな。だよ、 OK、 いった。 あのなんか上に足場あるな。バレンで車両進入禁止。いけるか、いったいった、わしだからいった。わしだからいったってない。わあ、惜しいな、いったんじゃないのあれ、頭かすったか、爆弾。ちょっと下を行き過ぎた。オッケーオッケー、いった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 、よし、落ちて、爆弾が落ちていって、かわいそうな、かわいそうな最後。やっぱ銅メダルですね。こんなもんね、シルバーメダルでも取れるわけがない。ミスしまくってんだから。次、マインドギャップ。これが未来の人類の交通方法だ。ああ、それちょっと見てみたいね。未来の人間はどうやってね、車に乗ってるのか、バイクに乗ってるのか、それは気になりますよ。見たいわ、それは。よし。
行ってるでしょ。行ってないの。わお。新幹線が通ってそこに一切触れずにね、ゲームをストイックに。そこを飛ばす。いた地味に痛いぞあれ。よし、あーそこ登らす。はいはいはい、やったいった。わお、おー看板、そんなとこに看板あるんか。いったいった。あ、痛いな、顔面直撃や。すごい新幹線やん、後ろ。しかも新幹線通ってますよ、あれ。新幹線言うたらいいか分からん。何か分からん。鉄道的なものがありますよ。あ、惜しいな、バニーホップ3連チャンかな、これ。バニーホップ3連チャンゾーンでしょ、これ。うわ、3連チャン目むず。無理か。いった、よっしゃ。あかん、あー許してくれんかった。やっぱ許してくれないな。無理か。ちゃうな。はい、オッケーオッケー。はい、オッケー。なにこれ。あ、いけるか。ちょっと下がろう。ちょっと下がろう。え？どういうことあれ？着地するでしょ？いけないよねあれ。わお。あー惜しいな。これやっぱバニーホック使うんだろうな。敵だけ下がる。下がってバニー。いったいった。あー行かないか。ちょっと下がる、下がる。触らせてください。私にだって触らせてくださいよ。はいはい、下がる下がる。あ、着地やな。着地の角度が重要や。あ、そんな一気にいったらあかんね。一気にいける感じがしないからさ。あ、いけるんか。一気にいけるやん。一気にいった方が早かった。崩壊してく、崩壊してくよ。瓦礫の山の中を走っていくみたいな。肩に板が当たってても関係なしに走ってたね。ライダー。ちょっとこの角度がね。持っていた。ああその角度。バニホップやこれは。行っていった。おお。ええー。ちょっと待って。何今犬の鳴き声みたいな。あーちゃうな。ちゃうな。
違うな。わからんな。お、いけるか。いったよ。行きなさい。あー、いかんか。惜しかったね、今。惜しかったよ。初見であそこまで行ったのすごい。初見であっこまで行ったのに知っててできないんだよね。初見であんだけ行ってんのに。ブレーキを使うっていうのが重要かな。そうだな、ブレーキ使うのが重要かな。あー、惜しいな。あー、許して。許してあー、許してくれへん。オッケー、いったー、やったや。引かれた。完全に新幹線的なやつに引かれた。よし、行きましたよ。私でもこの3コース行きましたよ。さあ、じゃあ次回はこのレッドリンクスダービーからやっていきたいと思います。次回もお楽しみください。ということで、エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。